バカサイだよ。バカティソだよ。サイチャンネルです。はい、今のが一つ目の質問なんですけど、今回は10万人記念ということで100人をやっていきたいと思います。イエーイ。で、YouTube のコミュニティとインスタのストーリーズ、Twitter で募集したんですけど、もうたくさんのコメント、質問が来て本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速やっていきたいと思います。レッツゴー。ジャンル別にやっていくから、見たいところだけ見ることもできます。いきます。学校では本当にどんな子なんですか？っていう質問なんですけど、さやはもう動画そのまんまって感じ。どこでもそのまんま。ちょっとたまに人見知りが出ちゃうけど、リサは隅っこで目立たないようにねいる感じだね。うん、なんか今の動画のテンションとちょっと違う感じ。うん、じゃあ次、学校ではどんな遊びをしていますか。さやはあんまり遊ばないけど、トランプとかはよくするかも。リサはもう全然遊ばなすぎて、普段何遊んでるかとかもないくらいです。めっちゃやばいやつみたいな。さゆりさちゃんは学校楽しいですか。さやは休み時間だけ楽しい。だけ。リサはあんまり楽しくないです。はい、じゃあ次。さやちゃんとリサちゃんは学校で YouTube 見てます。話しかけられることはありますか。たまにあるよね。たまにね、うん、話しかけられて、ありがとうございますって言ったりするよね。うん、確かに。結構うちは声かけられる。さやはね、なぜか声かけられないんだよ。なんかヤバいやつオーラ出てる彼かもね。なんでなんで、ヤバくない、ヤバくない。はい、じゃあ次、1名は何人ですか。さやは2人、リサは4人ですね。1名いるんだ。え、いるよ。いたんだ、ね、いたんだ。いるいる。友達0人だと思った。一応いた。じゃあ次、学校で友達と喧嘩したらどうする。さやは友達と喧嘩しないから分かんない。リサぐらいしかしないんでちょっと分かんないです。あ、私としかしないと、うん、うちはもう喧嘩したら距離を置きます。で、1年後くらいになったらヤッホーっていう風に自然と仲が戻ってるんですよ。あ、ちょっとそういうのあるよね。うん、はい、じゃあ次、今の席はなんですけど、これはスケッチブックに書きました。いいですか。はい、いっせーのーせ、じゃん。せーはここ、こっち廊下で、こっちがお前、ここで3番目、ここ、ここ。なんかうちのクラス席がなんか複雑なのよ。で、ここでーす。真ん中なのね。そう。本当はどこがいいかっていうと、ここがいい。この窓側の一番後ろの角。うちは、ここら辺。その、後ろからこうなっても、ここからこう、前からこうなっても、真ん中なので、セーフ。何が何、何が一番最初になることはないんですよ。その、例えば、そういうことか。頭いい、頭いい。こう来るかもしれないじゃないですか。そうしたときに、ここですね。ああ、だから、例えば、真ん中から発表も。あ、もういいです。最初から発表も、そっから発表も全部最初にはならないけど。そう、そうならない。そういうことか。はい、じゃあ次、学校で休み時間何してるっていう質問なんですけど、さやは、もう喋る。喋って喋って喋りまくります。教室で。一面と喋るときは、一面じゃなくて、いろんな人と喋る。割と大人数とか。うちは、まあ、教室で、係の仕事か、その、一人のね、友達と喋ったりしてます。はい、じゃあ次、小学何年生ですかっていう質問です。どんな角度なの。こんなに。さやは、小学6年生です。りさちゃんは、小学4年生です。りさちゃんっていうのやめてもらってよ。はい、じゃあ次、中学は、そのまま、近所のところに進学するんですかってやつなんですけど、さやは、そのまま近所のとこになんか進学みたいなします。進学進学進学します。はい、じゃあ次、さやちゃんは受験をするんですか。しません。しません。はい、じゃあ次、多学年から声をかけてもらうことってありますか。さやは1年生が多いです。あ、それは多分さやが話しかけてるんだと思う。なんで1年生と友達になったんてルンルンに帰ってきてさ、あれ名前なんだっけはおかしいと思うよ。え、私は5年生とか6年生のさやの友達の子とかから話しかけられます。結構さやの友達がみんなりさも好きなんですよ。あ、そうなんですよ。さやはゴリラだからって嫌われる。あ、そうなんですよ。そうなんです。あ、ノリでですよ。だからみんな、ありさちゃんありさちゃんってそうなんですよ。
はい、じゃあ次、学校で静か、うるさい。さやは静かじゃなくて、ちょっと、うるさい。ちょっとってレベルじゃないと思います。うちは、ドキ、ドキ。いやなんでそんな重大発表みたいな。静かです。はい、じゃあ次、授業中眠たくなるんですけど、どうしたらいいですか、さやりさ先生。あ、共感、マジで眠たくなる。共感。さやは、でも、首を一回回すの。ちょっと衝撃が起きないと、みんな。いや、これ、ブォーってなる。おー、なるほど。リサは、いつも眠くなっちゃって、本当に、こう、うとうとし始めた時には、軽く下を噛むんですよ。そんなんで起きるの？軽く痛みを自分に与えることによって、じゃあ目を覚ましてます。今まででの動画で、辛かった企画と楽しかった企画は何ですか？サヤの辛かった企画考えたんだけど、全然思いつかないの。だから、ちょっとナイスということで、よろしく。で、リサの辛かった企画は、マグロ百貫大食いの、タメ口行ったら落書きのやつが、なんか痒かったし、変なこと書かれたのうち。それがね、めっちゃ辛かった。さやに楽しかったやつは、YouTube5 万人記念の時にやった、絶対に笑ってはいけないっていうやつなんだけど、もう本当に面白すぎて、ってなっちゃったやつ。またやりたいあれ。で、リサの楽しかった企画なんだけど、さやちゃんがうちにラブレターをね、一回書いてもらったことがあって、で、告白チロってやつなんだけど、あれがね、楽しかったよね。はい、じゃあ次。これから挑戦してみたいことはありますか？はい。さやは歌手デビューをしてみたいです。私も歌手デビューをしてみたくて、姉妹の歌手デビューなので、姉妹歌手のやつ。ねえ、ほん。はい、じゃあ次、なぜ YouTube を始めようと思ったのっていうね、質問なんですけど、TikTok でね、活動をもともとやってて、で、まあそれでファンの子が YouTube やってとか言ってくれて、リサもやりたいって言ってたの。もともとね、やりたいって言ってて。そう。だから、まあ始めてみようぜっていう感じで始めました。はい、じゃあ次、自分のチャンネルで二人がお気に入りの動画はってやつなんですけど、さやは、今度はあちらから質問するわってやつ。私は家族で一心伝心してみたってやつ。チョチになったやつ。あー、あれね。うん。はい、じゃあ次、今だから言えること、ここまでできた中で一番苦労したことは教えてちょんまげっていう質問なんですけど。教えてちょんまげ。うちにちょんまげつけないで。うん。はい、さやはね、TikTok を最初毎日投稿してたんですよ。ね。そう、その時にもう、毎日学校から帰ってきて TikTok の15秒を1時間2時間かけて全て揃えて投稿してたんですよ。うん。それが本当に大変だった。ねえ。もう3年生で、何年生？小1だよね。1年生なんですよ。でも、あれがないと本当にここまで来れなかったって思うから、本当になんか頑張ってよかったなっていうのもある。うん。私は、体調崩してた時期が一時あったんですけど、その時に YouTube とかに出られない時期がありまして、ありましてって一時して、本当に、本当にありましてでして、それがね、一番ね、辛かったよね。うん。なんか、出られない悲しさみたいな。本当、今でもダメです。はい、じゃあ次。さやちゃんはドッキリ辛くないんですか？はい、全然辛くはないです。もともと、そういういじられる性格っていうか、うん、そういう部分がちょっとあるので全然大丈夫です。はい、これからも YouTube は19時投稿なんですか？多分19時投稿だと思う。イエーイ。さやりさちゃんの好きな YouTuber さんを教えてください。さやはパパラピーズの田中さんが好きです。そう、うちはピーマルサバさんが好きです。はい、なんかサンマさんみたいな聞こえました。2人が尊敬している目標にしているクリエイターさんは誰ですか？さやはなえなのさんです。リサはヒカキンさんだよ。今コラボした YouTuber は誰ですか？これはもう絶対無理なんですけど、お酒日記さんとはるくんの部屋さん、兄弟だからっていうのもあるし、あとうーちゃんに会いたいよね。会いたい。で、これはもう絶対無理だと思うんですけど、踊ってみたでのコラボはあずきさんとね、やってみたいよね。うん、やってみたい。リサちゃんに質問です。モデルになってから何か変わったことはありますか？早く、うん、早く。二人になりました。はい、今目に何も塗ってないでしょ？塗ってない。二人になったらしいです。わー。なんでクラージキッズに所属したの？これはですね、 YouTube でキッズ規制っていうのがあって、もうそれで動画の再生回数がもうグーンって下がっちゃったんだよね。で、その時にクラージキッズとウームさんが業務提供したと聞いて所属しました。ダンス動画の曲はどうやって決めてますか？
もうこれはいっぱい再生されてた曲だったり流行ってる曲とか、あと TikTok で流行ってる曲とかね、あとはさやのハマった曲ですね。はい、もう単純にさやが好きな曲をやる時もあります。はい、じゃあ次、さやりさちゃんは今まで踊ってきた曲で印象に残っている動画は何ですか？せーの、三原色です。かぶってんの？何合わせてきてんの？次行こう。はい。今まで撮ってきたダンスの動画で一番練習大変だったのはどの曲？はい、どんだけの時間かかったのかな。さやはヴァンパイアの全身動画、これはもう自分の手の動きとかが本当に難しくてめちゃくちゃ練習した。立ち位置とかも、ね、難しかった。うちはヒロイン育成計画が一番難しかった。その踊ってみたが初めの方だったからってのもあるし、いろいろと方向とか近くなっちゃってうちらで、そういうのを合わせたりするのが大変だったとか、そういうのもあります。あと年もね、そう、小さかったっていうかね、だからやっぱ慣れないしみたいな、いろいろ重なって大変だったよね。うん。好きな洋服のブランダーなんですか？でも特にないよね、うん、これが好きっていうのは。いろんな、そうそうそう、ところを着るよね。そう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 。はい、次、今日のコーデ紹介。今日のコーデ紹介はこんな感じ。今日の服はちょっとね、体を張った企画を朝からしてきたので、オーバーオールになっております。で、両方ハニーズ。そう、ハニーズのここに女の子がいる。そう、中はこれ購入品紹介で買った服ですね。はい、じゃあ次、主にどこで服を買ってみますか？企画で買ったりとか、あとはそれ以外の衣装とかも含んで全部 ZOZO タウンで買うことが多いです。 ZOZO しか買った。ネットでポチッと。さやりさちゃんおしゃれだし、正直同い年の服ダサいなってちょっぴり思ってたりする。これは別に人によるから思わないよね。うん、思わないよね。うん、別に自分がおしゃれとかもあんまり思ってない。ねえ、ね、うちらの私服も結構やばいかもしんないじゃん。ね、すいませんな。はい、じゃあ次、よく使う服のブランドは何ですか？でもこれはピンクラテさんとかリピピさんが多くない？うん、これロゴが小さく入ってるから割と着やすかったりするよね。うん、ロゴがね入ってない服とかもあるからね。はい、じゃあ次、お気に入りのアクセサリーは？せーの、じゃん。これに見えないかな。うん、見えないって言ってるじゃん。ね。はい、さやみっちはビビアンのネックレスです。これですね、さやちゃんは。りさちゃんね。はい、これですね。これに服選びはお母さんに選んでもらってますか？ずっと前はそうだったんですけど、最近は順番に子に選んでますね。うん。さやが今日選んだり、次の左さが選んだりって感じですね。でもその前はさやちゃんがメイク終わるの遅かったから、りさちゃんが先に選んで待ってるってことをね、何回かあったよね。はい。あと学校は本当に適当に選んでます。はい。体型で意識していることとかはありますか？さやはもう食べ過ぎないこと。うちはあとは小麦をね、食べ過ぎないことを意識してます。はい、じゃあ次、いつからメイクなどを始めましたか？これは活動を始めて少し経った頃だから2年前ぐらいかな。うん、そんぐらいからね始めてます。はい、じゃあ次は一番お気に入りのコスメを知りたいということで持ってきました。持ってきました。一斉のせ、じゃん。こちらのロマンドのアイシャドウですね。種類が同じなんですよ、2人とも。え、マジで？さやは03番、りさは02番ですね。はい、じゃあ次、ん？やめてね。うん。髪の毛染めるなら何色がいい？さやは茶色。ちょっと濃すぎない茶色。うん。さあ軽くね、緑に染めたい。うん。強すぎない。軽く影響されました。はい。はい、じゃあ次。毛穴ありますか？って質問なんですけど、さやは鼻にあります。ああ、りさは顔にはあんまりないですね。手とかにはあるんですよ。ああ。足とか。はい、じゃあ次。二重になる方法。これは今度動画にしたいと思ってます。はい、じゃあ次、自分の顔で好きなパーツは？さやはもう本当になさすぎて、もう強いてなら耳。うちは眉毛です。なんで眉毛なの？しっかりしてる眉毛ってのが好き、私だそうです。カラコン使ってますか？使ってないし使ったこともないです。そう、でも使ってみて。つけた感覚とかわかんない。はい。宿毛矯正とかしてる？特にしてないです。はい、残りは全部ごちゃまぜです。はい。最近よくやってるゲームとかってありますか？さやは家族でスマブラすることが多いです。りさはマイクラとかあつ森とかを友達と一緒にやってます。はい、はい、じゃあ次、平日は何時ぐらい寝てますか？さやは11時ぐらい。
うちは8時半ですね。結構早寝で、あ、そうやってね、嘘つくのどうだと。ね、いい子分なくていいから。ん？10時半だよね。10時半だよ、ね、くらい寝てます。10時半でーす。次は、好きなアニメとかって何ですか？さやはハイキューと東京リベンジャーズが好きです。リサは、文豪ストレイドッグスと僕のヒーローアカデミアと、あと最後にとても、有名なね、アニメが好きなんですけど、何だと思いますか？わからないです。それは、アンパンマンです！え、アンパンマン多分うちの方が好きだと思うよ。うん、はい。じゃあ次。シャリサちゃんは朝起きて一番最初に使うアプリは何ですか？サヤは TikTok とか SNS 関連。でも、一番最初に見るってなったらやっぱ TikTok かなって思います。リサは朝起きてまずトイレ行きます。リサ、そういうことじゃなくて。サヤは携帯見るじゃん？何のアプリ開く？朝起きて。あ、LINE がすごい溜まってるはずなので、LINE を見ます。友達とね、すぐ LINE を送り合って。6時頃に LINE が来るので。はい。はい。次。さゆりさちゃんはコロナが終わったら何したい？さゆは北海道に行きたいです。あ、おばあちゃん家にね、行きたいということですね。はい。沖縄にも行きたい。うちは、海外のね、ディズニーに行きたい。東京リベンジャーズで好きなキャラ。せーの。ガラキャラ。あ、変わってる。変わってる。え、ミサじゃないの？え、マイキーじゃないの？いや、さゆも飲んでマイキーって言ってないが。え、変わった？なんで変わった？なんでさゆりさちゃんは約1日何時間ゲームしてるの？さやは週に1回ぐらいで、まあ2時間ぐらいやってます。で、リサは週に2回くらいで2時間くらいやってます。はい、じゃあ次、休日何して過ごしてるの？まずは撮影は絶対するよね。うん、あとはまあ撮影用の買い物とか、あとさ、時々さ、家族ゲームするんですよ。するんですよ。さやとリサって漢字でどう書くの？せーの、じゃーん。2人ともあやっていう字が入ってね。そう、こんな感じです。活動は基本的にひらがなだからあんま見せることはないから。うん。で、この周りの飾りとかすごい頑張って描きました。そこ頑張るとこそこ。はい、ファンネームとかってありますか？さゆりさ委員会。さゆりさ委員会です。ぜひみんなつけてね。はい、じゃあ次、使われないんだ。使われてます。使われてるよ。はい、じゃあ次、血液型は何ですか？パパとママが O 型だから、うちらも多分 O 型かなって感じです。はい、次。また、視聴者参加型とかの企画もやってほしいなって思います。これはめちゃくちゃやりたいんですけど、まあ考えてるのはあるんですけど、できてないって感じなので、うん。またやりたいね。うん、はい、またやりたい。はい、じゃあ次、スクショタイムしてほしい。一斉の汗。はい、ちょっとこの感じのやつすぎるな。はい、じゃあ次、好きな食べ物、嫌いな食べ物は何ですか？嫌いな食べ物は、シャイはトマト以外の野菜すべてです。リサはスイカが嫌いです。二人の将来の夢は何ですか？シャイは超有名人。うちは登録者数が100万人です。はい、登録者数が100万人ですね。はい。誕生日はいつですか？シャイは8月31日です。野菜って覚えてね。うちは5月30日です。8なのやめて。あ、足し出した。あ、足さない、コーディーから。5月30日です。はい。2人の身長体重を教えてほしいです。身長伸びたんですよ。148センチです。うちは142センチになりました。体重は、さやは34キロです。リサは30キロです。はい、次、ロック画面とホーム画面を教えてということで、携帯を持ってきました。じゃあロック画面、せーの、じゃん。さやは TikTok を見てくれた方は分かると思うんですけど、リサに絵を描いてもらったのを貼ってます。リサはこのちゆちゃんにしてます。はいはい。じゃあホーム画面、一斉のせ、じゃん。さやは飼ってる犬のテッドをホーム画面にしております。リサはちゆちゃんをホーム画面にしてます。はい、じゃあ次、変顔対決お願いします。これはうちらが画面に向かってするので、皆さんがどっちの方が変顔が上手かお願いします。一斉のせ。今思いついた TikTok ダンスを踊って、せーのがさーい。はい。はい、もういいです。はい。さあ、ちょっと振り付け間違えちゃったんですけど、幸せはいつも続かないって TikTok といえばですね。あー、いい。リサは？じゃあ、グッバイ宣言です。はい。
ハニャモリって言ってください。せーの、ハニャモリ。はい、次、今まで告白された人数、告白した人数は、せーの、0人。楽しいことに言っちゃモテないんだよね。はい、ディズニーのアトラクションの中だったら一番何が好きですか？さやは美女と野獣の魔法の物語です。うちはアクアトピアってやつ。今一番欲しいものは何ですか？さやは iPhone の13です。20周年グッズのダッフィーフレンズです。はい、次、自分がもし生まれ変わっても YouTube とか SNS 活動をすると思いますか？さやは多分してると思う。あー、うちはね、多分してないと思う。さやちゃん、りさちゃん、どっちの方がご飯食べますか？せーの、さやー。めちゃくちゃ食べます。めっちゃ食べてるよね。運動1時間、おは勉強1時間、どっちがいいですか？迷う。苦手なことばっかり。せーの、運動1時間。あ、分かれた。勉強、運動ですね。結婚は何歳までにしたい？それともしたくない？さやは死ぬまでにしたいです。りさちゃんは、したくないね。1日にどのぐらい喧嘩してる？ 0.5 ぐらい。うん、そう。する日もあったりしない日もあったり。最近は仲がいいんで。いいえ。はい、次。ご飯派、パン派。せーの、パン派。ご飯とパン。好きな寿司のネタは何ですか？さやはマグロ。うちはエビの天ぷらが乗ってるお寿司です。はい。今のキーボードの画像は何ですか？じゃあこれも見せたいと思います。せーの、じゃん。こっちには愛犬のダンちゃんがいますね。シンプルなやつ？そう、シンプルなやつ。じゃあ次、理想の身長は、さやは230センチです。身長低い方がモテるって言うじゃないですか。うん。なので、120センチですね。さやは逆に、スタイルがいい方がいいんですよ。だから230センチ。違います。二人とも170センチだよね。でもちょっと高すぎるかもしれない。次、今流れ星が流れました。何をお願いする？さやは1万円をくださいとお願いします。私が一生生きられますようにってお願いします。はい、好きなお菓子知りたい。さやは10円ガムです。りさはうまい棒のシュガーラスク味です。休日起きるの何時？さやは、出かける撮影があったら5時とか。そう、5時とか5時半とか。でも撮影がなかったら10時とか、ちょっと遅め。遅め。じゃあ次、 LINE のアイコン、これも今見せたいと思います。せーの、じゃーん。さやはドンキーコングです。りさはつゆちゃんです。はい、じゃあ次、ゴリラって食べれるよ。ん、どういうことかな。ん、あれ。はい、じゃあ次、タイプの子の性格は、女の子だと面白い人。面白いけどちょっとおっとりしてる子。うんうんうん。男の子だと優しい人。面白い人ね。家事ができる人で。家事したくないんですよ。電車とかプライベートの時に会った時って声かけても大丈夫ですか？電車は迷惑なのでダメかもしれないけど、まあその他で撮影してない時とかだったら全然 OK です。うん、カモンね。カモン。病んだことある？全然今のところはないですね。病んだことないよ。りさちゃんに性格変わったよね。さやちゃんも思う。それはめっちゃ思う。だけどさやも小学3年生になるまではもう全然性格が違くて、小学3年生になってからガラッとこの性格になったから、うん、やっぱそういう時期なのかなって思います。二人の一番似てるって言われるところは何ですか？でもやっぱ一番は顔、服だよね。服だよね。やっぱりお揃いコーデしてるので。それはね、同じだよね。てそれはね。やっぱ顔も似てるって言われるよね。ちなみに顔のどこら辺が似てると思う？わかんない。うちは鼻とか笑ったところとかでね。鼻とかちょっと似か。せーの、やめて。会ってみたい有名人の方は、せーの、ヒカキンさん。動画界でどっちの方が真面目？これは圧倒的にリサです。いや、リサです。よちです。さやりさちゃんは今やりたい習い事はありますか？さやは柔道。リサは料理とか歌とかですね。はい、本当は柔道じゃないです。ないです。さやちゃんに質問です。来年部活は何部に入りたいですか？高校。何も入りたくないです。帰宅部ってことでいいのかな。うん。はい、じゃあ次、これね、ハマチコチャンネルさんから来たんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。明日地球が滅びます。最後に何が食べたい？さやはたこ焼きです。りさはえのきです。えのきの鍋とか食べて、はい、人生終わらしたいよね。好きなもの食べたいよね。さやりさ家の独特なルールとかある？これはないよね。
うん、そんなに独特なルールなくて、普通の家庭って感じです。はい、次、好きな色とかってやつなんですけど、さやは黄色に変わりました。青色に変わったよ。はい、次、それぞれの好きなところなんですけど、さやはリサの好きなところ、でも頭がいいところですね。リサはさやの好きなところはそのノリがいいところです。あとはうちがよくふざけるときに突っ込んでくれるところですね。イエーイ。何すね、選ぶのね。じゃあ家族に一言なんですけど、もう本当にいつもありがとうございます。明るい特にママとかは毎日編集とか本当にありがとうございます。まあこっちにいるけどこっちに言いたいと思います。いつも家事とか編集とかママありがとうございます。ありがとうございます。パパもお仕事とかね、毎日大変なのにたまにね動画に出てくれたりとか付き合ってくれてありがとうございます。でパパはそっちにいるけどここに行きたいと思います。パパへいつも夜遅くまで働いてくれてありがとうございます。何不自由なく生きていけてるのはパパミさんのおかげです。ありがとうございます。お互いにでもいつも双子ダンスとかの振り付けをね覚えてくれたりとか、やっぱ二人でやってたからいろんなこともできたし幅が広がったのかなって思ってます。ありがとうございます。なんか普通にさやみちゃんがいなかったらメイクとか何携帯とかって何みたいな感じだったと思うから本当にありがとうございます。イエイエイ。それからもねコンビとしてよろしくお願いします。イエイエイ。はい、次で最後です。99もお疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様さ。社員委員会に一言は本当にいつもお疲れ様です。いつも本当に歌詞動画とかコメントとか本当にありがとうございます。もうそういうのが本当にさやの支えになってます。本当にありがとうございます。今さやはさやりさん委員会のこの認知をできるだけできるように頑張ってるんですけど、これからも引き続きそれを頑張っていきたいので、どんどん仲良くしてください。じゃあうちからさやりさん委員会のみんなへの一言です。いつもお疲れ様です。そしていつもありがとうございます。動画とか見てくれてて嬉しいし、コメント欄とかよく読んでて笑ってます。歌詞動画もいつも作ってくれてありがとうございます。今回はたくさん質問があったので質問の内容しか読めなかったんですけど、その前とか後ろとかにはいつも見てますとか10万人おめでとうございますとかこれからも応援しますとか書いてくれてて、こういうコメントとかがあってうちらの支えになってるから今まで頑張ってこられたのかなって思うので本当にありがとうございます。嬉しいです。まさかうちらが10万人の人に知ってもらえるなんて本当に思ってなかったからね。嬉しいね、うん、嬉しいです。次は20万人いけるように頑張りだよね。で、新しい踊ってみたを今頑張って覚えてたりするので、皆さんもぜひこれからも楽しみに動画を待っててくれると嬉しいです。嬉しいです。はい、ということで掛け室終了です。イエーイ。急にどうしたの逆に。いや、これからもね頑張っていきたいのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ルンルンの8月使ったもとります。今度は見ないと思ったらどうぞ。それだけですね。バイバイ。パタン100スターありがとう。パタン